除湿シート、コテナナに二度と近づくな。誰やねん。やばお前。赤いひなつ。やば。ルーディ君やばやばなんですけど。やば。なに、童貞騎士団湧いとるやん。コテナナに近づくな。コテナナは僕だけのもんなんで。その調子。てかコテナナに前近づいたのってさ2年ぐらい前じゃない2年ぐらい経ってまだあれなのかな、なんかまだ近づいてると思われてんの。僕コテナナさんに何もしてないっすけど。赤いひなつ、鋼の錬金術の再生リストね。あと違法の妖悪の動画でしょ、あの人が保存した。イチゴウサギミルク、コテナナは絶対ブス。これ間に合わないんじゃないですかね。やばいな。もうダメだこりゃ。もう。もう。ちょっとさ、宿屋とか意味ねえじゃねえかマジでこれ。いちごうさぎミルク、うげぬいが。勝負。おつめし機能は松屋のウシカルビドンをおごってくれてありがとう。いちごうさぎミルク、ただ割れしげ。嫌なんだけどこれ毎回やるの本当に。いちごうさぎミルク、勝負の偽物しげ。もう嫌なんだけど、もうやっぱりもうこれさ、もうやだこれ。エレキ取ってんのおかしいやろマジで。あれやったらさ絶対取られるの分かってんじゃん。だって俺でもやるわ、相手側だったら。相手があのエレキ取ってたらさ、ただでさえウーの言うないときついのに。あんなの見捨てて早くどっか行けばよかったマジで。赤いひなつ、ハゲ。どう考えてもあれやる必要ないもんだって。なえるんだけどマジで。10分間無駄ゲーされてさ、最後さ、エレキ取ってくだ、あれサンダー取ってくださいみたいなさ、ことされたらさ。コテナナに二度と近づくなとかわけのわかんないこと言われるしさ。ハゲ。ストレスしかたまんないもん、このゲームやってて。
3ヶ月ぶりに復帰したけど、コテナラに近づくなって、俺がいつコテナラに近づいたんだよマジで。最後に喋ったの2年前やぞ。赤いひなつ、レートどんくらいまで落とす予定ですか？わかんない。ドラえもん、ヤドランド凍った。え、エレキ、あれ、エレキの前でお散歩してた。エレキなんて糖質ないのにさ、マジで。いちごうさぎミルク、黙れかつめし、お前は働いてうんこしてしげ。コテナラに、かわいすぎる。コテナラに、チケツグネ。んさ、わけのわかんない言いがかり、なんでつけられなきゃいけないんだ。もう最後に喋ったの2年前だって。もうコテナラさん、もうバタオさんの次の男を2、3人ぐらいもう行ったんじゃないか。そんな昔のさ、関わってた人間にさ、そんなこと言われたって困るんだけど、マジで。全く今は、赤いひなつ、話してない。お嬢様ずんだもんなんよ。マジでさ、いつの話でコテナラとか。メイミルクとかコテナラとか2年間喋ってないけど。やば、お前。やば、ドゥーディー君やばやばなんですけど。次のマッチ行く前に一旦トイレ行く。あ、あら。しげ！しげ！お前らしげ！ドラえもん。うん、お前らしげ！やばい、技間違えた。体当たり取っちゃった、間違えて。赤いひなつ、やーば。やばい、体当たり取っちゃったから遅い。体当たりマジで遅いんだけど。赤いひなつ、しげ、しげ、お前らしげ。しげ！お前らしげ！いちごうさぎミルク、怖い目を。ミルクさんね、最近ランクマッチを頑張っていますね。配信が少なくなってとても悲しいです。でもランクマッチを頑張る姉様を見ると、胸から熱いものがこみ上げてきて、頑張ってほしいです。応援してます。本当になって嘘ばっかつけるな。コテナラさんも最近配信が少なくなって寂しい、寂しいです。でもコテナラさんもランクマッチ頑張ってて、レートもめっちゃ高くてすごいなって思いながら見ております。私もコテナラさんみたいになれるように頑張ります。ありがとう、ミュウミルクより。